思ってない？あと5000万人。皆さんこんにちは、森えりです。はい、今日はですね、私の今ね大好きなブルゾンちえみさんのメイクをして、ちょっとストレス発散をしようかなと思って、あんな感じにちょっと冒頭出させてもらったと思うんですけど、なってます。今日は本当メイク動画っていう風に思わないで、ちょっと本当にラフに見ていただけたらなと思うんですけど、これから変身していこうかなと思います。でエクステアしてるのでウィッグがねちょっとかぶれるかわからないんですけど、もう本当に大好きなので、とりあえずやるだけやってみようかなと思います。本当に下地とかは何もしないです。とりあえずブルゾンちえみってすごいこの分かる、この目がすごい印象的だと思うんですけど、あの目に近づくようにメイクをしようかなと思います。ちょっとまた後でやれたらやろうかなと思うんですけど、今日は本当にゆるい動画として見てください。で今日用意するものはこちら、この間のスタイコリアンって言おうと思った。なんで今発音よく言おうとしたんだろう。はい、こんな感じです。 W ラボのパレットを使ってなかったので、これを使おうかなと思います。ちえみさん独特のこの平行線眉を描くための、これはスタイルコリアンのヘイミッシュ使ったやつですね。 3D フェイスのラブリスティック、これは W ラボです。これはい、まあ本当に私化粧普段しないので、こういうメイクしかしないんですけど、するとしたらね、こういうメイク、本当にこういうネタメイクみたいな感じのメイクしかしないんですけど、あとシェーディングはちょっと濃い感じのですかね、ボックスの中のセットを使ってちえみさんになろうかなと思って。でリップなんですけど、私一番近い色がなくて、私の好きなアリッタムのティントと、あとはチリレッドを使ってちょっと近づけてみようかなと思います。色をちょっとねここ残ってるので、コンシーラーで眉毛消して、これはライナーです。ほんとアバウトでしょ、説明ごめんなさいね。でも本当にそんぐらい私ネタの方に本気を見せたかったんですけど、今日もワイシャツこれしかなくてね、ちょっとねちょっとショックなんですよ。今日ね誤算だったのが、コンタクト、黒のねコンタクト買ったのに実家から持ってきてなかったんですよ。なので視界の見えない中メイクをしたいと思います。では始めましょう。本当に見えない、どうしよう。眉毛を消していく、メイクアップフォーエバーのやつですね、コンシーラー。本当特殊メイクにしか私コンシーラー使わないのであれなんですけどね、とりあえずこっちに眉毛の なんか分かる、この際を隠す感、まっすぐにしたいから眉を。とりあえずまっすぐ描くね。と目とこの眉毛の幅が結構ないイメージ、黒いイメージなので黒くしていきます。この上から黒をなぞる。ブルゾンちえみってちょっとつり目なイメージがあるんですけど、すごいなんか難しいちょっとちえみっぽくなった。やっぱ眉毛大事なんだな、ちえみ。結構囲ってもいいと思う。こんなおしゃれなメイクしてるっけ、ブルゾンって。わかんなくなってきた。丸ぼったいメイクをしていきたいと思います。口消します。
を上から塗ります。赤を上から塗る。本当のサイズはもうちょっと上ぐらいになってる。探さない、待つの時間ないのでこれでいいかな。ウィーク。グミちゃん、仕事仕事。え、元彼のことが忘れられなくて仕事に集中できない。ダメウマ。いい、元彼のことが忘れられない。じゃあ質問です。グミちゃんは味のしなくなったガムをいつまでもいつまでも噛み続けますか？新しいガム食べたくない？男はガムと一緒、味がしなくなったらまた新しいガムを食べればいい。だって地球上に男は何人いると思ってんの？35億、あと5000万人。35億、あと5000万人。寝起きでそれきついって。35億、あと5000万人。はい、ということでブルゾンアリスでした。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。過去の動画はこちらに出しておきます。あのね、この角度じゃないと私似てると思わないんですよね。正面になると、あの髪型がねすごく微妙なウィッグを買ってしまったのですごく後悔してます。ということでブルゾンアリスでした。バイ。